皆さんこんにちは、こたつマニア、です。3月9日は、ザクの日、です。おめでとう、すべての、ザクマニア。1979年放送の、テレビアニメ。機動戦士ガンダムに初回から登場する?通称、モビルスーツの一つです。アニメシリーズは世界中で愛され?新作を発表すれば?目を丸くするほど大人気。ついでに関連グッズも、量産しちゃって?いろいろとザックザクな、ザク、なのです。そんな、ザク、を、ノマドスカルプトでコネコネ。レッツラゴー。今回もノマドスカルプトは使いこなせていませんが、どうぞ温かい目でご覧くださいませ。人口増加により、人々は宇宙へ。宇宙世紀0079の物語。地球から一番遠い都市の人たちは、地球政府に対して独立戦争を仕掛ける。ナワジオン公国軍。人型量産兵器の、ザク、などで、連邦軍との戦いに挑みます。ちょっぴり難しいストーリーも、アニメ好きのお兄さんたちに支持されて、人気を得た作品の一つ。まだ小さかった、こたつマニアは、ザクを含めたモビルスーツが、テレビ画面に登場しないと、眉間にシワを寄せていました。多分ね。このアニメが教室で話題になる頃には、私の田舎の小さなおもちゃ屋にも、グッズが並ぶようになりましたね。赤いあいつとは違い、緑のザクは優秀で、常にお店の棚に並んで、子供たちを歓迎していました。この、小さな緑色のプラモデルは、人気商品を買えなかった子供たちの机の上で、量産型としての使命を果たしていましたよ。もちろん、我が家にも、ああ、懐かしい。いろんな思い出が込み上げてきますが、さて、上手にできるかな?しばしこねこね。
今も新しいステージや物語で、アニメシリーズは継承されています。いつかこの緑色のザクに焦点を当て、いかにして緑色の原料を手に入れて、いかにして緑色の塗料を生産できたのか、大量の緑色の塗料を調達する物語、塗装職人たちの緑色の戦い、できないかな？いろんな世代を超えて愛されるこの物語は、小さなマニアとも語り合える大変貴重な作品なのです。この先、どこかのスーパーロボットが登場して、子供たちの心を掴んだとしても、1話から活躍してきた緑色のこのザクが、自慢の斧で進むべき道を切り開いて、驚きの物語へと、きっと導いてくれるでしょうね。おそ松様でした。